タイアムシアタートニー・ジャー代表作は、マッハシリーズ、タイのアクションスターアピチャート・ポン監督タイの映画は、タイ国籍を持つ者、または、タイの法人によって制作された映画で、ほとんどの場合、タイ人の映画スタッフと俳優で構成され、主に、タイ国内の映画館等で公開される映画を指す。1897年、パリのシネマトグラフが西洋人によって、初めて、 タイで上映されたことに歴史が始まる。その後の1905年、日本人によって常設映画館がバンコクに設置されたが人気が高く、タイ資本の参入が相次ぎ10年ほどで廃業した。しかし、これによってタイでは映画のことをのことをナンイープンと呼ぶ習慣が今後しばらく続くことになる。最初のタイ人による作品は1900年に作成された。 サンパサーとスパキット振動による作品であった。特筆べきは1922年のその輸送網を活かした大国有鉄道が映画会社を設立し、2年後にハリウッドと共同でナーンサーオスワンを制作した。これはそれまでドキュメンタリー中心であった大映画界がドラマ映画一式になるほどの反響を得た。その後、1930年には早々トーキー映画が、 上陸1930年代後半まで映画界は黄金期を経験した。一方で1929年に始まった不況は徐々に体経済を圧迫し1940年からは次々と工業会社が没落していった。この状態は戦後も続くことになる。戦後の不況期にはその経済性から1 6ト、mm、ルカラーフィルムが主流となる。1956年には ミット・チャイバン・チャーという俳優演じる映画、チャート・スワの公開を境に、タイ映画界は第二の黄金期を経験する。ミットはその事故死に至る1971年まで300本以上の作品に出演し、16mm 時代の黄金期に制作された映画の半数以上は、ミットの出演があるとさえ言われている。この俳優の死後、経済状況も大幅に改善し、 16mm カラーの粗悪な2番、戦時の作品が横行したこともあって、16mm カラー映画は、大映画界から姿を消すこととなる。1980年代前後に、アクション映画が多数に作られるようになり、2003年制作の、マッハ、に、大きな影響を与えたパンナー・リッティくらいに、代表されるようなアクション俳優の登場もこの頃になる。また、 経済の成長に伴い生じた社会の矛盾を描くチャートリー・チャルーム・ユーコン監督もこの頃の登場になる。年間200本の映画を制作するようになり、世界でも有数の映画生産国となる。同じ頃、タイ映画はハリウッド映画や香港映画、マサラ・ムービーの上映が盛んになっていく。この後、徐々にタイ映画はこの後外国映画にその座を奪われていくことになる。 ところが、2001年それまで、工業成績の悪かった大映画界に、前述のチャトリーチャルーム監督による、スリヨータイの公開を境に一挙に、大映画ブームが起こった。監修が、それまで注目していなかった大映画界に興味を寄せるようになったためである。これ以降多数の大国内映画が作られるようになる。特筆すべきは、アピチャート・ポン・ウィーラ・セータ君監督の、 ブリス・フリー・ユアズやトロピカル・マラディなどの作品がカンヌ国際映画祭で受賞したことが挙げられる。同志は文美、おじさんの森で同映画祭のパルムドールを受賞した。これはタイ映画史上初の快挙である。国際的な進出も顕著であり、地球で最後の二人やザ・アイザ、また映画館でも英語字幕付きのタイ映画を上映したりと精力的である。また、 ユッタルっとシッパぱーク監督のような若手監督の対等も生んだ。以下で説明するものは古典的なプロットであり、現在の映画界では必ずしも当てはまらない場合が多い。ハリウッドの影響を受けて成立。西洋風でオシャレな浮気っぽい青年ではない男性と、お金持ち的風貌の若い女性の恋愛話。身分の違い、出身の違いなどで恋にジレンマを抱えている。 シチュエーションが現実社会の実情と大きく乖離しているのが特徴。マンネリ化しすぎたため、現在ではあまり見られないが、メナムの残傷などのように恋愛の要素がある映画には大きく影響している。近年の作品では意図的にこのプロットを利用したアイアンプシーの冒険などがある。三国演技の本案作品、サームコックなどに影響を受けた、受けた疑似中国時代小説が サームコック以降流行したがそれを映像化したもの。マカロニウエスタンの対中国バージョンと考えると理解しやすい。家境、家人の指示で発展。近年はあまり見られない。諏訪の冒険物語。西部劇の影響を受け、ハットを被った格好をしている登場人物も多い。主人公はトラウマを抱えている等のシチュエーションで、悪事を正当化する傾向がある。いわゆる、 日本の薬剤映画のように、ある種の主義をもってして、悪事を行うナックレーンというものを美化する傾向が、タイにあり、これもこの手のプロットがもてはやされる原因でもある。代表作として、怪盗ブラックタイガーなど、スリヨタイ、クンスック、バーンラチャンなどに代表される、中義物の時代劇や古典文学に罪を取った、プラアパイマニーなど、クンチャーン・クンペーンなどのように王の怒りに、 触れ追放されるが、功績を積んで舞い戻ってくるというような話がある。いずれも、王と家来の主従関係が話題の中心となっている。前述、チャートリー・チャルーム監督に代表される映画。主人公は大方、貧しい身分の出身であるが、学問や主義を持っており、踏みにじられながらも懸命に努力しながら生きていく姿を描いたもの。写実的なのが特徴。 大概がハッピーエンドであるが、中には死や大などのように悲劇で終わるものもある。ありがとうございます。